どうも、じさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ブルーデスティニー1号機レベル3、起動強化1で来ています。ちょっとねコメントで使ってみてくださいっていうのがあったんでね、隙を見て出てみました。はい、これは3戦使ったぐらいかな、なんですけども、ダメ、あ、大きいサザビーがいますね。3戦使ってみたんですけども、まあ、あのコスト550なんでね、ちょっと戦い方が結構雑になってしまうというか無理してしまいますね。はい、ダメージは冷静に戦ったら3000の1000ぐらいで済んだりしますね。はい、今回はなんかちょっとごちゃごちゃしてるんでダメかもしれないですけどね。あ、戻らなきゃな、これ占拠されまくってるやん。うい、大丈夫かな、誰だ、なんかおるぞ、危ねえ、ウィングだ、あ、外れた、うい、まともに使ったんがね、今日が初めてなんですけどもね、使ってみた感想なんですけども、メインとこの特殊1がおっぱいミサイルなんですけどもね、それがボタン一緒なんですよね。メインと、メイン特殊1みたいな感じなんで、ボタン迷うことないんですごく使いやすいかなという印象を受けますね。はい、あとおっぱいなんだあれ、バルカンはそんな使うことないかな。なんかミリ削りに使えるかもみたいなことも読んだことありますけども、落としたい、ヒットポイント少ないんでちょっと、掴んだ、うまい。さあどうしよう、あっちかな、当たったかな、うわは、銃しかない、これは隠れる、一旦隠れる、矢印消えるまで、あ、消えた、よし行きましょう、よし行くぞ、ミサイル、あー、吹っ飛んでた、あー、また矢印ついた。まあヒットポイント10しかないんでね狙いたいとこですわね。よし、よ、当たらない。なんかね、このマシンガンのね当て方なんですけども、こう縦軸、横の動きに弱いらしいんで、縦軸を合わせるようにすると当たりやすいっていう情報を得たんですけどもね、まあ実様の実力だとまだ使いこなせない感じですね。フルバーニアじゃないや、なんやあれ、ゼフィアンサスがですね、ちょうどレベル5に上げれる段階まで来たんでね、なんとか、よし、あ、外れた、うん、危な、もうおとりだなこれ、あー近い、外れた、いよ、さあ味方が、なんかいないな、どうしよう、適当に走って、あ、イグアエグザムするとあれなんですね、ドムみたいな挙動になるんですね。勝手に沈んでいくんだ、走んださあこの感じでどうしよう、いい助けに行こうかな、取ったかな今ので、あ、いい取ってますね、よし、いい行こう、何がいるんだろうあそこ、ういっ、ウィーステップ踏み寄るかな、よしよし、イージス頑張れ、イージスじゃないよこれ、なんだ、ジャスティス頑張れ、よし当たった、うらー、あー、くそ、やべ、おい、足止められた、うー、ジャスティス頑張ってください、助けに行きますんで粘ってください、よし、あ、死んでる、なんとかサザビ落とせるかな、よし、客式からはここ奪えなさそうやな、どうしよう、敵来るぞ、来た来た、実様がこの状態でできるのは多分敵引き付けですね、おとりですね、よし来い、みんな
おしおしおしよし、いて3人で400。よし、このまま劣り続けたら勝てそうですね。ウィーウィー、さあ来い。おっぱい、よっしゃあ、再生崩した、逃げろっと、ゆう、あと1人、あと1人、すごいなんか苦戦してますね苦戦してますけども、どうかな、さすがに勝てるでしょ、倒しきれずに終わりましたねはい、まあまあ勝ちポーズ見れたし、はい、いい感じじゃったんでしょうかね。うん、あんまし戦闘できなかったですけどもね、なんかタコ殴りにされてましたけども、チーム勝ててよかったですね。成績伸びなかったと思いますけどね。冷静に戦えばですね、ミサイル当ててマニュアル、あ、そういえばあれですね、マニュアルのメインの、修正が入ってですね、スムーズに打ち出せるようになりましたんで、おっぱいミサイルでよろけ取ってからのマニュアルメインをどんどん使っていけば成績が伸びていくと思います。実様もね、一応イベント期間中はレベル5目指して頑張っていきたいと思いますのでね、今回はあのヘボい成績でしたけどもはい、また次乗せるときは頑張っていきたいと思います。チームの方本当にありがとうございました。はい、ダメージの方が多いですね。うん、この試合あんま良くなかったな。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。